はい、皆様おはようございます。今日はゴールデンウィーク前半4月28やったっけ29日です。樹液採集とうとう突入ということで、とりあえず近所の南河内の方に来てます。なかなかの食害バッチリの秋でございます。蛇の目蝶がもうガンガン飛んでます。まあ来週夢の国からのスタートと思ってたんですけど、とりあえず我慢できなくて、今日ちょっと大クワガタの下見とかも来て確認したいところがあったので来てみました。蛇の目蝶いてますね。これ多分シーズンになったら入ると思います。これ秋ニレです。去年、カミキリが産卵して潜入した幼虫がポチポチ、中をポチ繰り返した跡がたくさんあります。なかなか雪になると思います。また次行ってみます。さあ、大クワガタポイントかと思えるところに到着いたしました。クヌギやな。これはひと入った後は、めくれあるやん。はい、冬の間に見つけておいた秋ニレリンなんですけど、とてつもない食害。え、じゃあ飲め一匹もおらん？せやん。マジで。かなりえげつない食害で期待大かと思われたんですが、ほんまやな。あ、でも新しい、あ、景色水はいてるよ。あ、景色水はいっぱいいてるよ。景色水がおるってことは、あ、景色水いっぱいいてる。はい、景色水はめちゃくちゃいてるんですけど、肝心の平田さんはいてないですね。っていうかココアさんもいてない感じです。でもむっちゃええ匂いしてるで。これは多分もうすぐ寄せると思うんですが、はい、南河内の方にやってまいりました。というか、まあ、南河内うろうろしてるんですけど、なかなか、さすがにちょっと早い感じでなかなかいてないんですけども、まあ、南河内の中やったら一番期待が持てそうなこの秋ニレなんですけど、なんかでも葉っぱがあんまり生えてないな。出てないな。ここいつも葉っぱは遅いねんな。ああ、でも景色水は、あれ、なんかおるな。あれ何やろ。クワガタいけるよ多分。クワガタおるおる。クワガタおるよ。出た。これ何やろ。来た。どこ行った。あ、どうだ。ココア。ココアか。ココアメスやな。はい。ココアメス。むっちゃいい匂いしてるよな。うん。あとはなんかおるかな。
ここは平田池。あ、じゃあここはや。ここは三木梅。へえ、マジか。ほんまや。ここはじゃあ一応ちょっと手に取りますか。ああ、もう出てきてんのね。よいしょ。ああ、やもう、施設もないわ。でも元気元気めっちゃ元気。ほう。一応取れました。ここはペアやね。あ、ここ。あ、おる。え、ちゃうか。あ、ちゃう。ここ惜しいな。ここうまく。なあ。びっくりするじゃん。ここ。なあ、ここが一番ちょっと見てみたいけど、これが邪魔やな。景色すぎだらけ。せやな。ほんまや。あとは平田さん、なんとか一匹出したいんですけどね。この平田さん一匹出せんかったら没動画です。おお、あっちもめちゃめちゃ産卵されてるやん。わお。わお、あれようなるで。へえ、わ、白筋の産卵されまくりやんか。へえ、この、横にマシンガンを打ったようなこのテン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 ってなってるのが、はいはいはい。これが白筋カミキリの産卵口です。これが、成長したり寒暖差だったり風雪とかで、ペロッとめくれてめくれになっていくんです。おー、これはすごいよ。産卵されまくりやな。あー、こういうスズメバチ、これ小型やね。小型スズメバチもたくさん寄ってきてます。この木はもうこの夏化けますよ。すごいことになると思います。へー、楽しみなんですけど、今日はまだちょっとおるのは景色水のみぐらいかな。まあもうちょっと探してみますね。はい、和歌山河川敷ポイントにやってまいりました。困った時の和歌山河川敷ポイントでございます。まあここで取られへんかったらちょっと困るんですけども、ここも、いつもの秋に入れ林になりますね。まあ、カミキリの新しい食害もありますが、どうなんでしょうね。はい、和歌山の河川敷から上がってきたポイントですが、はい、新たな食害すごいで、あそこほら、なあ、景色水わじゃわじゃに湧いてますが、クワガタはちょっとおらんかな。クワガタおらんな。景色水のわじゃわじゃな、わちゃわちゃですわ。わちゃわちゃ。おお、新たな食害もあるよ。あ、あつし君の足跡あるよ。
なんかおる。なんかおるか。ちょっか。おらんか。はい、秋木でなんですけど、なんかいてますね。じゃじゃじゃん、ミニココアちゃんです。ああ、ヘラタはまだ出てませんね。残念、場所移動しますか。なかなかお目当てには到達できません。はい、先ほどの木から、日向の死骸出てきましたね。まあ4センチ弱ぐらいですかね。越冬失敗って感じですかね。生きといてくれたらよかったけどね。また何かいましたね、横で。はい、来い、はい、来い。まあ、おるな、これ。あ、出ました、出ました。ここやね。ここです。はい、河川敷エリアポイントでございます。今年はなんかやったら草木の成長が早いです。あ、これはまだ生きてんか。半分生きてるな。生きてるな。キノコ生えてるけど、の持てる木ですが、あ、おるおる、拾ったよ。拾った、おるで。ほら、拾った、発見、やった。マジで、おるで。よし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 、出た出た、平田ちゃん。食べた、よかった、出た出た出た、平田。ボツじゃないですね。ボツじゃないですね。やりました、河川敷。まあ僕的には今季初平田かな。うん、そうね。いや、やりました。お帰りくださいって感じで、むっちゃちっちゃいですよ。35ぐらい、35ミリか40ぐらいの、もうボロボロの一頭ごたえですね。まあそれでも十分嬉しいです。今日はこれでちょっと落ち着くかな。あ、でもなんか先ピンピンやけどな。まあでも、不設もないな。完全に途中ですね。深いなぁ。おい、でかいゴキおるね。よいしょ、帰ってもらおうか。お帰りください。はい、バイバイ。戦時期ポイントなんですけど、いきなりむちゃむちゃ早い感じのところに入ってきました。ああ、おるな。これ何？
あ、平田か。なんか、ちょ待って。勝手に乗ってんの。ティ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 。平田、雨平。マジか。いきなりおったで。2本目で。やった。むっちゃいいとこ見つけたでいい。雨平。2機目やりました。ちょっと息を出しますけど、はい、出します。あ、ここはえ右平田やの、え平田やのピカピカやもんな、はい、よっしゃ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 、あー、こらおるで、この林。よっしゃよっしゃよっしゃ、はい、バイバイ。よし、はい、出ましたね。よいしょ、ちょっと出てきてもらおうか。はい、ここは。よいしょ。はい、地元の秋に入れ、まあここ1本ぐらいなんですけれども、どうでしょうか。お、なんかおるな。景色スイカ、あ、ちゃうな、ココアか。ココアいてますね。あら、だいぶ埋まっちゃったね。ココアしかいけないね。あ、なんかこれもココア。出てる？ココア2匹のみ。はい、地元、南大阪でなんとなく良さそうな秋にで目つけてたんですけど、ちょっと前通ったらいてました。ヒラメス、ヒラタのメスちゃんっぽいです。ほう、大阪、南大阪でちょっと去年の冬に新しく発見した場所なんですけど、いてます。ここは絶対平田と思ったのに、ここは2匹。なんや、すごいな。これは今日多分平田の何匹か取れたやろな。はあ、えぐいやろ。えぐい。こんなん絶対誰も気づかへんの。気づかへん。えぐいで、この下、ここ、多分このコンクリートの下で越冬してんやろな、これ。多分な。
あ、このむちゃくちゃ匂いする。匂いする、むちゃくちゃ匂いする。すごいやろ。うわ、このシーズンに楽しみやね。やろ。これすごい甘い匂いする。もうここら辺行ってみ、むちゃくちゃ匂いするで。うわ、すっげえ匂い、甘い。すごい匂いすんねん。これ感動もんやね。そやろ。俺もうほんまに。この奥だね。なあ、この奥に登らなあかん木があるのよ。マジマジ、え、60超えてる。くれた、ほら、何あれ、ほら、これ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 、うおー。何これ、え、60超えてるで。超えてる、これやりました。新生虫ちゃうの。すごいよ。いや、何？どれ？何？どこ？あそこ？あそこスズメバチいてるやん。あの奥。え、マジで？うわ、で、え、ちょっとサボ肌立ってるな。マジで？はい。なんか無理やね。あずしくん、俺は無理やな。はい、無理です。マジで？うん。あそこ？あそこ。スズメバチおるやん。あ、おる。あの奥に。え、おった。うん。あそこ、動いた。すごいやん、この森。いやー、まあ今日はでもこれ68分、やっと。ちょっとほんまにサブイボ立ってるんですけど。え、そんな大きかったん、はい、いやいや、それもすごいしなあ、うん、やっとやりました、やりました。ちょっとどんなもんじゃいってほんまに思った。すごいやん。もうちょいちょっとちゃんと見て、まだおるかもよ。なんでこんなとこにおったんやろな。うわ、すげえ。マジっすか。これでもあんまり入ったら後つけてあかんか。いや、おら、入った入った。あそこにもおった。おった？うん、違うとこ。おお。あら。あれ、また、いや、上も蝶めっちゃ飛んでるやん。うわ、あそこも樹液だらだら。これちょっと裏から入ろう。